これは小川スタジオなりきりマスクバットマンですね。だから前回紹介したそのスーパーラテックス版じゃない方の少し厚い方ですかね。ただ見たところそのスーパーラテックス版は非常に柔らかかったんですが、そもそも映画のバットマンのそのマスク自体が硬そうに見えるのと、あとスーパーラテックス版は結構ふにゃふにゃしちゃうっていうかな、ちょっと中にスポンジ入れてやんないとふにゃふにゃしちゃったんですけど、これはまあ硬いですから、どっちかというと硬い方が映画のバットマンに近いんじゃないですかね。で、中のラテックスもそのスーパーラテックス版と同じでなんか灰色なんですけど、柔らかい、こっちは硬いけど、こっちは、向こうは柔らかいだけで、こっち、だからもしかしたら硬い方が、バットマン自体に即しているのかもしれません。あと違いといえば、そうですね、これはだから、スーパーラテックス版穴開いてないですけど、これはその、これで吊り下げてるんで、穴が2箇所開いて、タグみたいにつけられてる。っていうのが違いますね。だからどっちかとして被るとしたらば、こっちの方がもしかしたらば硬くていいのかもしれないけども、もしフィットするかどうかっていうのが問題があるのかもしれません。